惜しむ反応が出るというのは DSV はもちろんなんですけれども、その前のやっぱりロールプレイングゲームのマザー2とか、そういうもののやっぱりすごいじゃないかっていう与田さんに対する思いが、こう惜しむ声にもつながっているような気がいたしましたけれどもね。はい、それではその他のニュースまいります。